証価値がかなり高い。これはね、日本二大ブランドなんこれはうちが浜名湖を取り寄せたんですけど、浜名湖のうなぎもうちはこういううなぎが欲しいっていうお話をしてるんですね。でそこにうなぎ問屋っていうのが関東地方にもありまして、うなぎ問屋さんに浜名湖のこういううなぎをうちは欲しいって選別してもらってます。あ、そうなんですね。それを選別してくれてるのがこの坂東太郎を作ってる会長さんやね。どうしても使いたいと思って話をしたが、じゃあちょっと一回千葉に来いと。で、分かりましたので新幹線乗って千葉に行きたい、会社に行かせてもらって、ね、もうお前がそこまで言われたらじゃあ行ってやろう。その代わり坂東太郎の名前に傷をつけるのがあったらもう恨みます。もうあれですね、お嫁に行くような感じだったんですよね。なかなかね。いいですね。なんかすごいお披露目会がお披露目会感が強い。お披露目会みたいで、なかなか、まあ、招き猫さんもえらい喜んで良かったですね。あのさ、あの人やり手で東京の方とかにも結構行かれとんですけど。でもいろんなことされてるんですかね。いろんなことされてますね。あのうなぎって、まあ、鮮度保つために、まあ、水槽の中で生かすじゃないですか。生かしますね、はい、結構その飼育するのって大変なんですか。ストレスとかを結構持つ生き物なんです、これ、はいはい、なんで移動してきたら基本餌をあげても食べません。食べないです。で、大体うちが1週間に使える分の量を発注して持ってきてもらうんですけど、それ以上飼ってると今度は自分の油を使っていっちゃうんで痩せていっちゃうんで身が。なんでまあ1週間に使える量を夏場やったら2回送ってみてもらったり、冬場で1回ぐらい送ってもらって使えるようにしてますね。ちょうど今この僕ごとくんのバンドの幻がちっちゃい頃の水槽で泳いでるんで、よかったら可愛いかもしれない。それが今 YouTuber の間で流行ってるゴープロってやつですかみたいな感じですね。岡山の青うなぎがシャコを食べてるやつ。
でかいじゃないですか。ですね、やっぱり食べる餌で、うなぎもだいぶ変わってきて、ちょっと痛いですね。こうくるくる回しながら、油を、自分の油を上にしたり、上にしたり、しながら、それで骨を揚げ切ってしまう。よく焼き切るって言うんですけど、あれが、焼き切るっていうのがちょっと分かりにくい話で、自分の油で骨を揚げて骨せんべいしてしまうっていう感じが正しい言い方みたいな。なんか岡山のうなぎのその桃太郎のなんか特徴みたいなあったりするんですか。はい、桃太郎の特徴は、なんて伝えればいいかな、もうできるだけ天然に近い状態を作るってことで、冬は冬を越さすってことで、あまり水温を上げずに冬眠させるような、冬眠ギリギリのところで止めてしまうって感じで、冬を越さすんです。すると、身にうなぎ独特の美味しさがどん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 年月を刺さるにつれて、どん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 うなぎ自体が美味しくなってくるんですけど、ただ筋肉質なんですね。ちょっと弾力があったり、そうです、普通のうなぎって、一般的な養殖のうなぎってずんぐりむっくりしてるんですけど、年月をかけて育てたうなぎって骨も育つんで長いんです。ずんぐりじゃスマートレン長いって感じ で、さらに筋肉って感じの、それを、3年かけるとすっごい筋肉になってるんで、それを美味しく食べれるのがこの江戸焼きが、このうなぎに関しては僕は江戸焼きが一番美味しいと思います。最近調子はどうですか？調子いいです。いいですか忙しいです。ああ、いいじゃない。調子もいいですけど、忙しいです。いいじゃないですか。よかったです。娘も、あ、そうなりました。いやいや、もうまたちょっと言ってください。はい、短い動画とかでもね、また撮るんで、はい。はい。多分急に行くかもしれないですけど。ああ、急に行ってください。あ、はい。スタッフ総出で持ってきてくれて、すごいありがたい感じでね。やっぱりうなぎって素材が全て、素材が良ければ自分の思ったところよりもいいところ行けるんで、素材が悪いとどうしてもここまでしか行かないんで、やっぱ素材が全てですね。メガバンドですね。これが桃太郎、こちらが浜名湖の食べ比べです。
か今まで食べたうなぎと食感が全然違う、うん、別の世界のうなぎでしょ、うん、天然のうなぎってすっきりとした脂になってるんですね、うん、で坂東太郎も桃太郎もあの天然を目指して作られてるので、うん、どちらもそのこってりじゃなくてすっきりとした脂に、うんうん、あの油の量自体は普通の養殖よりいっぱい乗ってるんですこれ実は、乗ってるんですけどもすっきりとした脂は餌をいいの食べさせてるんですっきりとした脂に、桃太郎の場合はちょっと3年以上あの養殖期間があるので地焼きにすると皮が結構硬いところがあるそうなんですね、やっぱり年月とともにあの骨も硬くなっていくけども皮も硬くなっていくんで、これを美味しく食べさせるにはやっぱり一回蒸して皮を柔らかくしてしまうのが柔らかい、うんうん、そう柔らかい、こんな感じ、こちらはもうセットです、あこだわって作られると衣も変わるんですよね、こうかな、朝ごはんでございます、うーん、4月3日からこれ店長がどうしてもやりたいっていうのは店長がメインで、うち遅めの朝ごはんになってます、ね、あそうです9時から10時半までに入ってもらったら用意ができて、11時半までの滞在、あなるほど、ね、しててもうそこからも昼に、まあ、予約あった方がまあいいかなっていう感じですかね、あった方が嬉しいですね、あですよね、確かにそうですよね、なくても一応10食まではあ限定、そう10食限定だからどうなるの、まあでも揚げ物系は季節によっていろいろ変わります、ちょびっと、あ、ね、はい、いやそれなんだろう、あかわいい、抹茶かわいい、やいいと思います、新しい試みというか、うんうん、まあ、ちょっと本当まあ高いかなと思うんですけど、まあ、うん、まあ、うなぎ屋さんのモーニングなんでやっぱりそういうブランドというか、うん、そういうでやっぱり適当な値段だと思いますよ、うん、あいいですかね、はい大丈夫だと思います、うなぎが今日入ってないんですけど、あいいね、なくても全然価値があるから、なんかいろいろ考案中でその、うん、結局うなぎやっぱどうしても野菜が気になるので、うんうん、野菜ですね、ご飯が炊き上がるまでの間に、うん、これを生絞りで、うん、ああ生絞りすみません、ありがとうございました、またちょっといつでも連絡ください、なんかもういつでも電話します、はい、じゃあ、はい、言葉に甘えて、はい、すみません、じゃあ失礼します、はい、はい、OK です、ありがとうございます、すみません、はい、ありがとうございます、はい